はい、おはようございます。 P テックカンパニーの日高です。今日はですね、住宅塗り替えの打ち合わせで宮崎県の串間市、宮崎県の最南端に位置する市なんですけど、そこに待ち合わせだったんですけど、約1時間も早く到着したものですから、今月4月1日にオープンしたという高松キャンプ場の方に来ています。オートキャンプサイトとキャンピングカーサイトは4月23日からの営業みたいですけど、フリーサイトの方はですね、ご覧のようにこんなに広くなっていますね。よほどのことがない限りいっぱいになることはないと思います。今日もですね、2組のキャンパーがキャンプをされているようですね。ここはもともと海水浴場だったんでしょうかね。なんか浜辺が広がってますよね。キャンプ場フリーサイトの方からは海がすぐそばにあります。こんな感じですね。なんか海があって山があって空が青くてっていうような感じで、とってもいい感じですね。こちらの予約はですね、串間市役所でやってるみたいです。電話予約で予約しまして、そして市役所の窓口に行って許可証をもらうっていうような感じになってるみたいですけどね。ちょっと調べてみないとわからないんですけど、平日じゃないとその許可書というのは受け取れないんでしょうかね。そして料金の方もその時に市役所の窓口で支払うか、もしくは納付書をもらって後日納付書で支払うとかいうような形になってるみたいですね。まだ芝生は根付いてないですね。フリーサイトの方はですね、ちょっと駐車場の方から移動するのが、荷物を持って移動するのがちょっと大変そうですね。道路の方もこんな砂利敷きになってますので、カートを転がすのも大変でしょうね。まあその辺はちょっと考える必要があるかなと思います。そしてこちらが煮炊き場となっております。さすがにできたばっかりで綺麗ですね。こんな感じで流しと煮炊き場というような形になっております。そしてこちらが管理棟になるんでしょうかね。男子トイレと多目的トイレ、そして女子トイレ、その横にはシャワーですね、シャワールームがあるみたいですね。こちらもできたばっかりで大変美しくなっておりますね。受付はこんな感じなんですけど、まだ人は来ていないようですね。これから整理するんでしょうね。利用可能、やはり平日は利用できないようですね。金土日がメインとなっているみたいです。ただし夏休み期間中はずっと使えるみたいですね。料金の方はちょっと調べまして、テロップで載せてみたいと思います。やはりこちらの駐車場に車を止めて、あちらのずっと今テントの張ってある、見えますかね、奥の方まで荷物を運ぶのはちょっとしんどそうですね。今日は朝早く出かけたもんですから朝食をとっていなかったので、ここジョイフル、九州の人にはおなじみですよね。こちらで久しぶりに朝食を食べてみたいと思います。こちらがジョイフルの朝定食となります。値段の割にはこんな感じで美味しそうですよね。それにドリンクバーもついております。それでは早速いただきます。はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございます。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。